昨日あちゃん本舗でお買い物してきました。まず枕なんかお布団買ったんですけど、特典セットだったかな、枕もついてるんですけど、なんか平らな枕だからちょっとこうへこんでる頭の形が悪くならないようにと思って、まあお昼寝でね、お昼寝ベッドじゃないところで寝るときとかも使えるかなと思って買いました。と自分用にトコちゃんベルト買ったんで、腹巻きなんか何だっけ、腹巻きをしてその上からトコちゃんベルトをして、この腹巻きを折り返してその上からショーツ履くって教わりました。なので買ってきました。でトコちゃんベルト買って早速つけてウォーキングとか犬の散歩行ったんですけど、ウォーキングは全然ねいいんですけど、犬の散歩って途中うんちとかね拾う時にしゃがむと何お腹が圧迫されて痛くなっちゃう、お腹が痛くなっちゃってこうすっごいしゃがみづらいんですよ。だから犬の散歩中はちょっとつけない方がいいのかな、つけ方が間違ってるのかな、よくわかんないですけど、痛いのしゃがむと。座ってるぐらいならそんな痛くないけど、しゃがむと痛い。なのでちょっと今犬の散歩の時はつけてません。それとガーゼケット、なんか夏生まれ、7月でしょ、7月末なのでお布団かけると暑いかなと思って、ちょっとタオルケット的な感じでこれ買ってきました。で今日、暇だったので思いつきで IKEA に行ってきました。でちょっとうちからね遠いので、もうまたしばらく行かない、いけない、赤ちゃん生まれたらいけないだろうなと思って、なんかまだ早いだろうなっていうグッズまで買ってきちゃいました。まずまずこれ、じゃーん大きいベビーバス、大きいね、買ってきました。なんかいろいろネットとかでも探したんですけど、こうパタパタって折りたためるのがいいかなと思ったけど、でもこれめちゃくちゃ安かったので、いくらだったっけ、すごい安かったんですよ、799円、安いでしょ、800円。でなんかビニールの膨らますやつも考えたんですけど、なんかね、なんていうの、空気が漏れちゃったりとか壊れるのかなとかも見たの、口コミであったので、これなら壊れる心配ないかな、しかも安いしと思って買っちゃいました。とうち桶なかったんで、桶もそれとこれちょっとねまだ早いと思うけど、どうだろう、離乳食とか始まってからかな、もうちょっと弾く感じ、弾く素材のやつ2つセットです。とガラ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 です。とガーゼのタオル、70センチの正方形です。大きい。なんか特に何も考えずにポンポンポンと買っちゃったんですけど、多分使えますよね。と次、ちょっとまだ気がだいぶ早いんですけど、スプーン、
分買ってきました。2種類3本ずつ入ってます。とこれなんか可愛いから買っちゃったこれって何歳ぐらいから使うんでしょうかね、こういうのって可愛いと最後はなんかね、なんて言うんだろう、あのおしめ変えたりするときに使うやつです。ビニールになってて空気入れるので膨らんで、なんかふわふわしてていい感じだったので買いました。でこれがそのビニールの上にかけるカバー、このカバーをしてこの上でおしめ変える感じ。これならねリビングのあのカッターマットの上でも汚さずちゃんとおむつ替えできるかなと思って買ってきました。今日はそんな感じです。でネットでベッドとお布団注文したので届くのが楽しみです。ではまた届いたら報告します。バイバーイ。